うっち教官。よく来た。モンハンライズにおいて登場するキャラクター。里でハンターの育成に取り組んでおり、いわゆるチュートリアル担当だ。プレイヤーのことをマナ弟子と呼び、様々な場面でプレイヤーを支えてくれる。それはこのサンブレイク体験版においても同様だと思われていた。ハンター諸君は言うだろう。どういうことだっぴと。この教官、体験版でとんでもない嘘をついているのだ。今回はそれについてご紹介しよう。今手に持っているのはシビレガスカエルだ。環境生物の一つであるが、これを設置することにより周囲の生物を麻痺状態にすることができる。プレイヤーも同様だ。麻痺状態になると教官が体がしびれて動けない状態だね。回復方法は特になしだとアドバイスしてくる。ここだけ見ると回復方法がないなら何も言うなよと思うだけで終わるが、実はこれそれだけでは終わらない。メニュー画面からハンターの心得を開く。各種状態異常で麻痺を見ると一定時間行動不能になります。主な解除方法。さあ、回復方法あるのだ。とんでもない嘘つき野郎だ。ハンター諸君は言うだろう。解除方法はあるけど回復方法はないって意味じゃないっぴと。では麻痺の上にある気絶、めまいを見てみよう。基本的に麻痺と同じ内容だ。ということはこの気絶状態になった時、うつし教官がどのような反応を見せるかによってその真意を知ることができる。実際に気絶してみよう。ということで来絶に気絶させてもらう。雷あられになれば気絶しやすくなる。果たしてうつし教官は解除はできるが回復はできないという意味でさっきの発言をしたのか、それともただ嘘をついたのか。そしてその時は訪れる。気絶したら移動入力を素早く繰り返して回復だ。嘘つき確定。恥知らず。それでもハンターか。そう、この男なぜか麻痺の時だけ回復方法はないと嘘をつくのだ。もちろんハンターの心得が合っている。レバガチャすると麻痺は早く回復する。一体なぜなぜうつし教官は嘘をついたのだろう。はぁ、もしかして教官の正体は麻痺属性を持つモンスターで、もし仮にプレイヤーと仲違いしたとき、プレイヤーに回復させまいと。そう考えたら納得がいく。うつし教官はゲネボスだったのだ。ご視聴いただきありがとうございました。モンスターハンター、恐ろしいゲームよ。